シンガポール側のクルージングシンガポール側はシンガポールを流れる代表的な川である。この川は同国の南東側を非常に緩やかな流れで都心を貫き、丹市町通寺院、国会議事堂、マーライオン公園などをクルージングにて見ることができる。下流川沿いのボートキー及びクラークキーはレストランなどが集中する繁華街として知られ、 夜や週末には観光客やビジネスマン及び若者で賑わう。またナイトクルーズは川沿いにコースが組まれており、マリーナベイサンズ付近の夜景が楽しめる観光船として知られる。シンガポール川東側1900年代のコリアーキー1900年代のボートキーシンガポール川はもともと海運の交易の中心地として栄え、周辺各国の船舶が数多く乗り込んだ。 シンガポールの貿易が盛んになるにつれて、下流のボートキーから上流のクラークキー、さらにロバートソンキーの開発へと進む。現在は観光地化され、東側のマリーナエリアではマリーナバラジというダムに通じている。もともとは沼地だった地域を19世紀中頃に埋め立て地とし、1880年以降、東洋と西洋の建築様式を取り入れた。 様々な倉庫やショップハウスが建てられた。地名は当時の地区議会議員だったジェイマレー・ロバートソン氏にちなんでいる。現在は川沿いに高級コンドミニアムやレストラン、ホテルなどが軒を連ねている。レストランはチリクラブで有名なレッドハウスやイタリアン、日本食、オーストラリア料理、バー、カフェなど多岐にわたる。 名前は1873年から1875年にシンガポール総督を務めたアンドリュー・クラーク卿にちなむ。1860年代にはすでに東側のボートキーが手狭になったため、当時の華僑商人やヨーロッパの会社はさらに上流のクラークキーに倉庫や工場を建設する必要に迫られた。19世紀中頃以前には英国植民地政府の火薬や 石炭の倉庫などがあり、井戸が近くにあったことから船舶への水の供給地でもあった。2000年初期頃からレストランやパブ、ショッピングセンターが軒を連ねる、観楽街へと変貌した。逆バンジージャンプなど遊園設備やストリップクラブなど多様な商業施設が並び、10月末にはハロウィンの仮装などのイベントも行われる。中央に歩行地検用の噴水。 南東側にクラークキー駅を要する。沼地を1822年に埋め立て、シンガポール川沿いのエリアで最初に開発されたボートキー。かつてはパブリックキーと呼ばれ、貿易、商業の拠点として栄えた。今も荷下ろしに使われた船着き場からの階段が川沿いに残っている。ちょうど シンガポール側が湾曲する場所に位置することから、家人の間では恋の原、すなわち幸運が宿るところとされた。1989年にボートキーエリアは環境保護地区に指定され、東洋と西洋の文化が混合したユニークな建築様式のショップハウスは保全されることになった。これらの建物はパブやレストランとなり、 観光地化された今も当時の面影を伝えている。ボートキーの東側は、フラトンホテルに、南側は、高層ビルが集中する、ラッフィルズプレイス駅界隈に面している。https コロンスラッシュスラッシュ www.asiax.biz スラッシュライフスラッシュ10191スラッシュ。ありがとうございます。